タタン、グラノタン、コトノハ、春のグラタン祭り。マジで勘弁してほしい。ここ1週間で5回は食べてますグラタン。作るのにハマっちゃっとるからしゃーない。まずはレシピの発表や。ホワイトソース素材、バターはマーガリン、牛、小麦粉、塩コショウ、分量は海苔と勢い、具材に玉ねぎ、鶏肉、ブロッコリーなんかもあるとうまいな。の前に、牛乳な、牛、牛乳、で、グラタンは可能性の塊なので、マカロニにかけて焼いてもええし、茹でたジャガイモにかけてもええし、短く折ったパスタにかけてもええし、白米にかけてもええし、というわけなので今回は鶏肉にかけます。え、具材として使うんじゃなくてメインにするの。せや、初の王道お肉メイン会。総集編でよだれ鶏にするとか言ってたじゃん。うるさい。まずは玉ねぎを切るで、薄くええ感じにストンストンって感じやね。後半は危ない&食感のバリエーション増やすために切り方変えちゃって OK や。そうですか。そしたらフライパンにバーガリンを入れまして溶かします。溶けたら玉ねぎをドーン、弱火で加熱していくで、ここで目に見えない程度にでも焦げてまうと、ホワイトソースがブラウンソースになってまうから注意。味に影響はほぼないけど、見た目茶色いグラタンになっちゃうんだね。動画内でご配してます。ツイッター見るとグラタン写真いっぱいあるから、興味あったら見に来てみてな。ほんで玉ねぎを炒めてる間にマカロニ茹でるなり、じゃがいも茹でるなり、お好みでグラタンをかけるブツを用意してな。ブツ言うな。今回は鶏胸肉、熱すぎるので2枚におろします。あと今回からマニキュアに葵ちゃんカラー入れました。どうでもいいですね。北海道でこの色つけて歩いてるやつおったら多分茜さんやから、そっとしといてな。外出る時には落とすんで多分おらんと思うけども。まあ北海道も広いですし、そうそうエンタしないでしょうね。もし出会ったら、クック茜さんですかって声かけてな。そしたらうちそれはそうって返すから、ガハハ、一緒にやろな。誰もやりたくないでしょ。それはそう、ガハハ。はい、火が通りやすいように適当に切れ目入れて、じゅわカーラーの魔法のお水を入れまして、危ないので真似しないでください。あとやりすぎると煙エグくて火災報知器になります。でもこれやると肉はワンランク上の味になる。焼けたら耐熱皿に移しておいて、ホワイトソース作業を終わらせて、玉ねぎに小麦粉をドッパー。分量はわからん、牛の量で調整できるから好きに入れとけ。まあ味で参考にならん。料理なんて海苔と勢いでええねん。そしたらこれをゴムベラかなんかで混ぜるで、目安は白っぽさがなくなるまで。火はようわからんから消してある。こんなもんになったら牛を豆、牛を豆乳な、違うわ、牛乳を豆乳な、違うで、牛乳を豆乳な。牛は3回くらいに分けて入れるとええよ。小麦粉がダマにならんようにな。ここからは弱火とかでグツグツするで、玉ねぎに付着した小麦粉を溶かすイメージ。ええ感じに混ぜていこう。ドロドロになったら牛を足していってな。だいたい完成の目安はこんなもん。ヘラでスーッとやるとフライパンの底が綺麗な線に見えるくらい。よし、塩コショウ振って完成。本当はコンソメ入れるんだけどね。なくてもうまい。牛乳と小麦粉があればグラタン食えるって、一人暮らし始めたてのボーイ&ガールにもおすすめできる。では塩コショウが馴染みましたら、マカロニやらジャガイモやら鶏肉やらにかけていくで。やった。ちなみにジャガイモグラタンが一番美味しかった。なんかチーズって言われたら信じそうな絵面やね。まあチーズもかけるんやけど、スライスチーズとかなんでもええよ。欲望のままにかけてまえ。じゃあ、あとはこれを200から250度のオーブンで10から15分加熱すれば完成や。さあ、お上がりよ。フライ6回目でも美味しそう。あつあつやから気をつけて食えな。はーい、いただきます。チーズ用みたいな絵撮りたいな。うん、そんな伸びなかった。でもええ感じやね。うん。では早速、いただきます。うん、美味しいね。コンソメなくてもグラタンだなーって味する。季節的にあまり食べたくならない気もするけど、思った以上に簡単に作れて美味しいので、試せるものなら試してみてな。うむ、うちのチャンネル参考にできるものならな。熱すぎてカメラ前で食べきれなかったので、完食ものお皿写真をと。ごちそうさまでした。ほな今回はここまで。ご視聴ありがとうやで。またね。ほなな。